はい、こんにちは、ジャムです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、ね、やっていこうと思うんですが、3月に入りましたよということで、おっと、なんだこれ、え、ちょっと待って3月に入りましたよということで、新キャラをねちょっと見ていこうということなんですが、ちょっと今なんかいましたね配布キャラ、久しぶりの、びっくりした今。松風孤高のエース、キラ涼介星さん。ほー、なるほどなるほど。これはどうなんだ、イベントとかで貫突できるタイプの配布キャラなのか、それとも、なんだろう、三笘系というかガチャに加わるけど1体はあげるよみたいな。あ、ちぎりだ。無限速のたぎり、ノーダウン、ノーダウン、なんだちょっと読めねえな。まあまあまあいいや。あ、クロスちぎりだね。この熱が尽きるまで。ということで、新キャラちぎりか。オッケーオッケーオッケー。で、また、あーって、そしたら、日本サッカー界の宝。松風孤高のエース、キラリオスケ。あ、こっちはやっぱり、別でガチャキャラだった。ってことは、イベントで貫突できるとか、そういうやつではないね。お、ちょっと待って。っていうか、初回無料分が3つある。でかっ。おっとおっと。じゃあ、今回はちょっとこの3つね、引きましょうか。で、その前に、ちょっとね、無料分引いていきましょう。潔は貫突リーチだからそのままにするとして、ここはライチを選んでおこうかな。オッケー。行きましょう。まあ、単発でもね、たまに出ますからね。さあ、どうよ。はい。ウォーミングアップ。さて、じゃあ、そうね、クロスちぎりと、なぜか突然現れたキラ君ということで、ダブル新キャラみたいですね。オッケー、じゃあ、引いていこうか、早速。で、アニバナギだけは貫突済みなので、ここだけちょっと入れ替えましょう。ね、誰にしようかな、ピックアップ。ミコにしとくか。あ、いや、ガガ丸かな、ガガ丸でいこう。オーケー、これで、適用しましょう。ちょっと待って、なになになに。ガチャ引こうと思ったら、更新が入りましたね。まあ確かにね、お知らせとかにキャラの情報が全然出てなかったので、まあおそらく、それが反映されたんじゃねえかと思いますが、ああ、そうですね。600万ダウンロード記念で、配布のキラ君が来ましたよと、まあ本体配布して、さらにガチャさんの新キャラだよという形みたいですね。そうだね、この辺のお知らせが全然さっき出てきてなかったので、バランス調整も来てる。クリスマスちぎりの、いろいろな効果が調整入ってよと、まあクリスマスちぎりでもね、今手に入れる手段がないからね。はい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 。お知らせ、ああ、お知らせかなり増えてんね。はー、ほう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 。っていうか、待て待て、お知らせ増えすぎだろ。何個あるんだよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27個のお知らせ一度に出すなよっていうね。こんなに来られても困るわ。まあ、とりあえず、今回はね、ちょっと新キャラが、クロスちぎりと、キラ君ということが分かったので、まあ、無料ガチャね、3種類引けるみたいだから、引いてみましょうかという感じですね。まあ、お知らせは軽く流し見。
しておこうかなというぐらいでいいかな。はい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 。まあ、20何個もね、いっぺんに見てらんないよね。これ見てたら、だって一個一個丁寧に見てたら40分ぐらい経つだろ、これ。はい、ということで、クロスちぎりですね。なんかちぎりがさ、クリスマスちぎりだったりなんだり、多いね。この二人でクロスするんだったら国神中心にしてあげてもよかったんじゃないのっていう気もしなくはないが、まあ人気キャラが出やす、多く出てくるっていうのは割とソシャゲではあることなので、まあ、妥当なのかなという感じですね。はい、ということで、じゃあ引いていきましょう。ピックアップさっき直したようになってないっすね。リセットされてるので、ちょっとピックアップ、もう一回ガガ丸をチョイスして、これで、適用して引いていきましょう。いきます。さあ、イサギか。オッケー、バロー乱入確定ですね。さあ、これ何が来る。まあできればクロスちぎりだし、まああと試合詐欺1体ぐらい来てくれてもいいかなみたいな2枚抜き以上してほしいそんな感じですね。さあどうよ。金玉は 1,2,3,4,5 個。さあ来い。祝い事も不思議も関係ない。おーほう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 、そっちですか。俺の1日は、アニバのリンちゃんですね。アニバのリンちゃんゲットする。これ65になったかなという感じですね。さあまだ来るか。もう一回頼む。ちぎり。お、俺の足がまだ壊れなかった。おお、あ、本当に来た。クロスちぎり。オッケー。になるためにサッカーがしたい。やっとぜ。素晴らしい。いいんじゃないか。でスーパーチャンスも来ましたが、まあ無料分ね。とりあえず撤収。さあ続けて、キラくんガチャの方も引きましょう。でこっちもアニバのナギは貫突済みなので。ここだけね、ちょっとガガ丸に変えておきましょう。さあ、いきます。まあ、こっちはね、1体配布されてるので、もう1体出てくれたら、もう1体出てくれたら、とりあえず、55にはなるのかな、という感じですね。さあ、どうでしょう。金玉だが左。おっと、金玉3つ。ちょっと演出的には、微妙な気がしますね。ラスト。オッケー。日本サッカーの宝って期待されてる。その名前と期待に恥じないプレーを出るじゃん。キラ君初ゲットですね。まあ配布も含めれば、2体目という形ですけどね。とオッケーオッケー。でさらにまだ無料が引ける、いいね。ここはあれかな、4体ピックアップ、新キャラ込みという形ですね。うん、どうしようかな。奪いに来いより、奪いに来いより75で止まってるアニバの、イサギナギ。あ、いや、シアイサギが欲しい気もするな。シアイサギ、貫突リーチだからね。ちょっと待てよ。そうだね。一旦シアイサギにしておこうか。貫突リーチなんでね。オッケー。じゃあ、これでセレクトガチャ引いてみましょう。いきます。さあ、来い。イサギですね。バロー乱入はなし。さあ。金玉でない。左。これはダメか。5つ一応ありますが、ちょっと演出的にはなさそうかなという感じですね。まあ、1枚ぐらい変わんないかな。ダメそう。まあ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 、無料分、3回で引いてね、3枚引けてるからね、2枚抜きプラス、1枚出てるということね。そうだね、まあこのぐらいなのかなという感じはあるかな。厳選ダブルロックガチャとかも気になるけど、とりあえず今回は、無料30連で撤収しておきましょうか。さあ、ただね、結構収穫あったよ。
まずはアニバのリンちゃん65、ここが地味にでかいね。ぬるい玉蹴りごっこが終了した。オッケー、65にやる。これくらいできないとな。オッケーオッケー。宿の筋トレマシン解放はでかいっすね。でさらに、クロスのちぎり、クロスのちぎり無凸ゲットで、まあとりあえず50にしておきましょう。このたぎりに従う。オッケー、いいね。まあ65になれば、シャトルランのちぎりが解放されると。で100でブルーロックマンシュート国神と、クロスのブルーロックマンシュートも解放されますよということですね。なるほど。であとは、キラ君か。キラ君は、1枚が、ガチャからも出た上に進化した俺配布がいたので、1突できて55まで上がりますね。うん、いい感じだね。オッケー。ほい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 。そうだね、キラ君に関してはスピード型ということで、っていうかまあちぎりも多分スピード型だから、まあ両方ね合わせて使えばより速い選手が作れるんじゃないかなということなんだろうね。なるほどな。無凸でも、全部 10% 以上成長率あって、キックが 40%、 スピードは 23。 あ、キック特化か。このちぎりよく見たらスピード特化じゃないんだね。へー、なるほどなるほど。あ、本当だ、よく見たらブルーロックマンシュート練習じゃん、最初のやつの。なるほどね。そうですかそうですか。まあだからこのちぎりを、スピードも上げるために、ね、新しいキラとか使いなっていう、そんな雰囲気なのかなという感じですね。そうかそうか。で、まあなんかいろいろもらえましたね。成長ミス集中トレーニング、まあその他もろもろ、3月になっていろいろ来てますよという感じかな。はい、ということで、まあ今回はねここまでにしようと思います。新キャラね、無事初回無料分で引けたのはかなり良かったかなと思います。ということで、ありがとうございました。よいしょ。